い、こんばんは、竹下敦です。本日ご紹介するのはこちらの2020年製のギブソンレスポールです。はい、こんな感じで、グリーンのフィニッシュになってまして、ピックアップは、57クラシック、フロント、リアともにね、57クラシックがついています。音の方はね、こんな感じで今暫定的に決まりました。ちょっと聞いてみてください。で、今回ね、大きく変えたのが、テールピースのね、位置、このような位置になってます。見えますかね。レスポールジュニアのように、テールピースをぐるっと回る形で弦をね張ってみました。これによってね、弦のテンションが、だいぶ緩くなりました。ちょっとね、この2020年製のギブソンレスポール、ヘッドのね仕込み角が違うのかな、すごくね弦のテンションがねきついんですよ。ですごく指がね痛くなるんで、ちょっとサボりました。はい、でその結果、こちらがね弦をテールピースからぐるっと回す形にしました。このね、弦の、巻き方、テールピースから巻くことでね、何が変わるかというとね、弦のテンションが変わります。チョーキングをね対応するギタリストだとこっちの方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。こんな感じになります。これ、これね、賛否両論あると思うんですよ。やっぱりもっとねビシッとテンションかけた方がギブソンらしい音がするという方もいらっしゃると思うんですが、まだこのギター自体ね若いんで、1年目なんで、弾きやすさを取りました。音はね自然と良くなっていくもんなんで、とにかく弾かないことにはね1年目のギター、音も良くなっていかないんで、とにかく弾けるようなセッティング、弾きにくくてね指が痛いからちょっともうお休みっていうんじゃね、木もねどんどんなっていかないんで、ね、テールピース側から弦をぐるって回すことで、弦を弾きやすくなります。こんな感じでアルペジオでもね、ちょっとレスポールに、弦を張ってみてね、ちょっと硬いな、弦がちょっとテンションが強いなと思った方はね、ぜひこのテールピース側からね通す弦の張り方をトライしてみてください。すごくね弾きやすくなります。で、弾きやすくなると自然と弾くんで、弾くようになるんで、そうするとどんどんねフレットも綺麗になってきますし、このチョーキングしたりビブラートかけたりすると、まあいいことづくめなんで、とにかくギターっていうのを弾かないと音が良くなっていかないんで、ぜひねどんどん弾いてあげてください。弾けるようなセッティングを見つけるのがまず第一番だと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。今回ご紹介したのはこちら、大変気に入ってます、2020先生のギブソンレスポールでした。また次回の動画でお会いしましょう。See you next time です。